ということで、皆さんこんにちは、くるです。今日もう昼過ぎてね、12時半過ぎになりました。遅めのお出かけです。天気は見ての通り、多分今晩ぐらい、夜はね雨降るかもしれませんが、まあなんとか昼間は、持ちそうなので、ちょいとお出かけをしておりますが、お出かけというほどのもんではなくてですね、テスト走行を、今お試しでやっております。というのは、ちょっと視界に入るかどうかは分かりませんが、見ての通りですね、レベル 1100T リスイッティに大きなねスクリーンをつけました。今日はね、このスクリーンのテスト走行ということでお披露目です。まあ、午前中にね、少し、昨日ね、このスクリーンが届いて、で朝寒いからちょっとお昼前にね、取り付けを行いまして、ちょっとお試し走行で走ってみようかなということで、出かけております。いつものつくでの方までですけれどもね、前よりねだいぶ、前はねこの、ナビあたりぐらいまでで、止まってたスクリーンですね。純正のちょっと大きめのスクリーンですね。まあ、もともと 1100T の方にはこういう大きなスクリーンがねオプションでついてなかったものですからね、1100の方にはあるんですけれどもね、だけどこちらの方にはなぜかオプションがなかったので、もしどこかのメーカーさんで、出したら買おうかなとは思ってました。そしたら先週ですね、 SNS の方で、このねレベル 1100T の方に、DCT のやつね、大きなスクリーンつけましたっていう情報が上がっておりましたので、早速その人にねちょっと打診をいたしまして、これは自作なのかそれとも買ったのっていうお話をさせてもらって、これは実はメーカーがあってですね、ちゃんと、売ってますよというお話だったので、早速ポチったらね、昨日届きまして、でまあ今日ね取り付けたわけなんですけれども、やはりね取り付け方はPDF でねホームページの方からダウンロードしてくださいっていうことが書かれてたので、まあ参考程度にね、そんなネジ締めるだけじゃんと思ってたんですが、意外や意外、ちょっとだけ苦労いたしまして、今取り付いてるボルトをねそのまんま使うのかなと思ってたらそうじゃなかったんですよね。2本だけ、一番大外のネジですね、ここのネジが、5ミリでしたかね、真ん中は、6ミリだったんですけれども、まあそこら辺が違うということで、その取り付けるねネジ、いろいろねゴムネジがあったんですけれども、それの取り付け方がねわからなくて、えらい四苦八苦しておりまして、この寒いのに一汗かきました。その容量がわからなかったから、ちょっとね指先が痛かったんですけど、やはり取扱説明書をねしっかり読まないとこれえらいことでなりそうだったんですが、まあなんとか取り付きました。でね、まあこういうものって
簡単に取り付くのかなと思ったら、これめんどくさいことに、ここにある黒いあのファウルをね、取り外してからの取り付けになるんですよね。右3本、左3本で計6本のボルトを外さないと、もうこのスクリーンって取り付けることができなかったんですよ。でね、まあ、全部6ミリで、いいじゃんと思ってたら、その新しいやつはゴムネジがねついておりまして、それが5ミリだったんですよね。まあなんでかなっていうふうに思ってたんですが、まあなるほどなというふうな感じがいたしました。でね、まあ実際のね、感覚といたしましては、まあまあ見た目いいんじゃねえかなというふうな感じがいたします。前のねオプションのスクリーンがなんであんなちっちゃいのかなというのが散々ちょっと引っかかっておりましたけれども、いつか出るだろうと思ったらやっぱり出ました。出た、お化けみたいですけれども、もう早速ね考えることもなく、間違いなければもう早速ポチって、買っちゃいましたよね。でさすがにやっぱり背丈が大きくなった分ね、この先端大きくなればなるほど、どうしても走行中のね、ビビリっていうのはしょうがないですよね。この上のところがこうビビ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 振動によって揺れてきますから、まあ一応あのアクリル板なんですけれども、ゴムのワッシャーがついているので、まあ変な音とかねそういうのはないですよね。カウルの方も全部ゴムで、ワッシャーでね締めてあるので、まずガタ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 とかそういう音は今のところ全くしておりませんのでね、前までね多分半分以下100ミリぐらいしか高さなかったからね、今260ぐらいあるんじゃないかな。だからまあ風の感じですけどね、これあのクリアのやつとスモークのやつがあるんですけれども、スモークはどうも売り切れみたいでね、皆さんスモークを買ってるみたいで、もうすでに、ホームページの方からは売り切れ完売みたいな感じでした。まあクリーンでクリアなやつで十分問題ありませんからね。基本的にはここにはもう一切風が当たらないですよね。で頭の方ですよね、問題は、まあ、若干こっからこう風がビューッと上に行きますから、全部ね風が避けきれるかというとそうではなくて、まあ、ある程度は、頭の上の方をかすめていくというふうな感じですね。確か寸法をね、書いたあの写真がここら辺に出ると思いますので、縦と横とね、前回のやつよりもだいぶ、大きくなりましたから、胸のあたりのね風とかいうのはほぼほぼないのかなと。やはりねスクリーンはあるに越したことはなくて、このくらいのやつならちょうどいい感じがしますよね。目線からとしても、全然視界はね悪くないので、慣れですよね。会社の名前、メーカー名をねまたちょいと忘れてしまいまして、エンデュランスだったかな、確かそんな感じの
の名前のような気もいたします。ここね、ここと、ここと、ということで今日はですね、エンデュランスのこれ大型スクリーン、まあ、大型かどうかはさておいて、スクリーンを取り付けてね、筑前村まで走行して入りました。ちょっとね、取り付けに、苦労しましたけれども、苦労というのはゴムネジをね、この一番両サイドに2箇所入れるんですけれども、入れ方がちょっとよくわからなくて、裏からねじ込むということが発想が、わかりませんで、一応取説には書いてありましたけれどもね、裏からねじのようにぐるぐるっと回して入れてくださいねっていうふうに、その意味が、ちょっとわからなかったんですけれどもね、まあなんとか取り付けることができまして、ゴムワッシャーとゴム、ネジがついておりましたのでね、一応こう道を走ってもね、異音とかガタガタするようなものはありませんでした。これで今年の冬はバッチシだぜ。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。脇が痛い、あばらが痛い。